エッシェルブロン、エッシェルブロンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。この地域は、家具製造や、販売の企業が多く、古くから、家具職人の町として知られている。エッシェルブロンは、ネッカータールイコールオーデンバルト自然公園内。 暗い日がう北部の標高を150メートルから265メートルに位置する。ハイデルベルクの南東約5キロメートルにあたり、面積は823.54ヘクタールである。最高地点はガルゲンベルクで、海抜264.9メートルである。町の中心部と、新興住宅地の間をシュバルツバッハ川が流れている。エッシェルブロンの北東に、 1977年以降、閉鎖されたカレンベルク採石場が設けられていた。1971年から1975年の採掘により、シュロス税という池が出来上がり、エッシェルブロンスポーツフィッシング協会が設立された。この協会は、シュロス税の他にも、エプフェンマッハ川やカレンベルク税の長漁権を有しており、 また、周辺水域の保護活動も行っている。キルヒガウ北部で最初の自然、環境保護組織は1983年に設立されたバンド FR、ムエルト・ウント・ネイチャースフッツ・ドイチュラント、ドイツ環境及び自然保護連盟である。1984年に、そのエッシェルブロン地域グループが発足した。このグループは、エッシェルブロンの農業問題とカレンベルクの 保護運動に特化した活動を行っている。現在、こうした問題は、バーグリニシャティブ FR、ムウェルツフッツコルトゥア、ウンとハイマトフリッチが取り扱っている。採石場の北東部は、エプフェンバッハ川に接する。鉄道建設のために1861年に、初めて石材が切り出された。1891年に、石材は、 マンハイムのセメント業者に運ばれるようになり、鉄道建設、保守のバラストとして用いられた。石材採掘は1977年に停止され、広さ9.79ヘクタール、最も深いところで深さ30メートルの穴が、カレンベルク湖として残された。ここに魚が放流された。ここには、湿地性及び乾燥性のビオトープが保存されており、自然風地地区、後には、 自然保護区に指定された。町は、この土地を1984年に50万ドイツマルクで買い取った。この購入によって、バーデンイコールビュルテンベルク自然保護基金から12万ドイツマルク、ネッカータールイコールオーデンバルト自然公園か8万ドイツマルクの助成金が拠出され、南西ドイツ最大のキバラスズガイル生息地が保護された。 それ以前の所有者の採石場再開発計画は、モトクロス城の建設であり、この生息地は危機に瀕していたのであった。エッシェルブロンに隣接する市町村は、北から時計回りに、シュペヒバッハ、ナイデンシュタイン、バイプシュタット、ツーツェンハウゼン、メッケスハイムである。カールスルーへのルッツン特化で1971年から1975年に行われた発掘で、 カロリング時代のものと思われる農業入植地跡やクイジョ家屋の遺構が発見されている。初めて文献上に記録されたのはロルシュ修道院に保存されている788年から789年のレーン領主フォルクリヒが妻のレギス・フィンデが亡くなった直後に14ターゲベルク47,726メートルターゲベルクは1日に工作できる広さを基準とする 面積の単位の土地を寄進した贈与証明書である。1251年には、領主のエッシェルブルン家が初めて記録されている。この人物は、コンラート・フォーン・デュレンの重視で、立会人として記録されている。現在の城址公園に、木造の領主館が築かれ、1267年に、木造の水城に、1375年に、石造の城に拡充された。 13世紀の終わり頃、1290年前後に、この村は、シュパイアー司教の所領となった。1320年、または1325年からは、城主が霊園主となった。これ以後19世紀末まで領主権や所有権は、下級貴族の間で何度も貸し出され、分割や相続争いが何度も起きている。1526年に、 領主のヨアヒムフォンゼッケンドルフによりルター派の信仰が持ち込まれた。この頃に現在の場所に教会が初めて建造された。1555年、エッシェルブロンをクリストフフォンゼッケンドルフが相続した。1571年にクリストフは子供を残さずに亡くなり、この霊園の正当な相続者がいなくなった。しかし、祖父の取り決めに基づき、 シュパイアー司教本部への返納はなされず、クリストフ・フォンゼ・ケンドルフの三人の娘の相続者にもたらされた。エルツケと死体なハケは、所領と統治権を違いに分配し合い、もう一派の異論にもかかわらず、およそ百年間、水上で共存し続けた。1676年にこうした体制での相続者がいなくなり、相続争いが起こり、十二年後にフェルスケが勝利した。 しかしこのカモンも1734年に断絶し、再び相続争いの末、エイバーハルト・ディートリヒカラーフォン・エイトハイムがこれを獲得したものの、8年後には統治権をカール・フィリップ・フォン・フェンニゲン,ンに売却した。その後37年間の彼の統治期間にわたって、この村の経営、資産状況は、貴重面に記録が残されている。後に、城と呼ばれるようになる。 大農園を建設するため、カール・フィリップ・フォン・フェン・人間は、それまでに比べ過酷な夫役を課したため、住民の暴動を招いた。この暴動は、結局1763年に4人の暴動指導者がマンハイムの監獄に送られ、12人の隆起兵と村の下級管理が監視に当たった。カール・フィリップ・フォン・フェン・人間は、1797年8月27日に亡くなった。 1802年2月25日の帝国代表社会議主要決議によりフェン人間、カおよびシュパイアーシ教区はその独立性を失った。1803年ッシェルブロンはバーデンにはリフラレー、バーデン大綱領となった。1807年からはオーバーアムとワイプシュタットに属し、1813年からはベチリュクスアムとジンスハイムに編入された。 1862年のバーデン・オーデン・バルト鉄道の開通によって交通路が拡充されたことで輸送効率が改良され人口も871人、1852年から1024人、1873年と増加した。エッシェル・ブロンが属すジンスハイム軍は1972年12月31日まで存続したが、その後ラインイコールネッカー軍に移行した。 789年から時代とともに、八つの異なる名前が記録されている。もともとの名前であるアセンブラナンは、入植地の中央にあった井戸に由来する。エッシェルブロンは、もともと現在のシュロス広場付近にあたる、最初の入植の西及び北西側に作られた。マルクト広場が、集落の中心を成していた。戦後のドイツ東部からの放畜民などによる人口増加や、 小家族用住宅需要の高まりに対する方策の一環として、1959年にランゲエッカー地区やミューレンベグ地区が造成された。1962年にはナイデンシュタイナー通り、ノイガッセ、シュロス通り、およびビーゼン通りが上水道と共に整備され、1966年にはランゲエッカー、エルプフェル地区が造成された。 1973年には、町長のディーターやニッツァの指揮下で、スポーツ、文化ホールが作られた。1974年には、新たな住宅地、ドゥルシトビュッテン地区と、浄水設備の拡充のためビーゼンベルクに、高架層タンクが設けられた。1976年には、産業道路が延長され、1988年までに、隣接する森が伐採された。 1977年には南東部にオッペンドフホ・ギュールン地区が開かれた。さらに1980年にはランゲエッカー、シュライフィグライン地区が、1988年にゼーライン住宅地がこれに続いた。エルゼンツ川やシュバルツバッハ川の水位が上がり、大規模な洪水が何度もエッシェルブロンを襲っている。例えば、1862年、1891年、 1921年、1952年、などである。1956年3月の連邦議会選挙の日に起こった洪水については、ドイツ国内のみならず国外でも、手作りのイカダに娘を乗せて恋で投票に向かう、男性が紹介された。1994年6月26日から27日に、かけての夜に激しい豪雨が降り、 周辺河川の水位が上がり、産業道路から丸くと広場を経由して、シュロスビー全周でに至る町の中心部が水に浸かった。3時間ほどの間に水位は最高1.80メートルにまで達した。数時間のうちに水位は完全に元に戻ったが、甚大な物的被害と大量の泥が残された。これに先立つ1993年12月にも、 大規模な洪水が起こっており、さらにこの後2002年3月にも起こっている。この立て続けに起こった100年に一度クラスの洪水による被害の合計は30万ドイツマルクに、んだ。こうした洪水に適切な予防措置を講じるべく、1997年4月25日にバイプシュタットに被害を受けた市町村が集まり、エルゼンツ川イコールシュバルツバッハカは、 流域洪水対策同盟が結成され、いくつかの遊水地が設けられている。約2600人の住民が好んで、差し戻しを自称するほどに、家具製造が盛んである。橋のバッシュという調笑的な別称は、エッシェルブロンの住民がシュバルツバッハ川にかけた、木製の橋が短かっためこれを伸ばそうとして、両側から牛に引っ張らせたという民話に由来する。 プロテスタント教会のほか、バイプシュタット主席司祭区に属すカトリック教会や、1910年以降には、新使徒教会の組織も存在する。ローマ人によってこの地域は、キリスト教家されたのだが、そのアドゲルマン民族の進出と共に大部分が、衰退した。1526年には、領主のヨアヒムフォン絶ンのルフによってルター派の、信仰が起した。 1946年に多くのカトリック系住民が流入したが、現在もなおプロテスタントが主流である。教会税は1938年4月1日に正式に導入された。カトリックのミサは1946年から1958年までプロテスタント教会で取り行われていた。カトリック教会の建設は1957年5月19日に開始され、 1958年8月31日に完成した。1925年から1985年の宗派別信者数。エッシェルブロンの議会は12議席からなる。第二次世界大戦後の主張は以下の通り、20世紀初めまでエッシェルブロンに紋章はなく、単に EB のイニシャルの印象を用いていた。現在の紋章は、 バーデンのカールスルーエブン諸局の紋章創設の枠組みに従って1901年に設けられた。紋章は左右に分割で向かって左にプファルツ剪定工領メッケスハイムパンクにちなむ青から白のひし形模様向かって右はペン人間家にちなむ銀字に赤い百合型頭の杖を2本斜めに組み合わせたデザインである。町の旗は上下に分割で上部が白。 下部が青である。上部の白地の左側に町の紋章が描かれている。この旗は1954年11月13日から使われている。エップフェンバッハ方面へ向かう修道549号線の橋の傍らにシエドラージェメインシャフトエスキールブルンにより花でこの紋章の配色を模した植え込みが作られている。 農業は本来この町の主な収入源であった。農家あたりの高知面積は細分化されてゆき、小さな土地しか所有しなくなった農家は、副業で生計を立てるようになっていった。農家あたりの高知面積の変化一時期や義の飼育が奨励された時期があり、餌の供給が確保されたこともあって盛んになったが、第二次世界大戦後に徐々に衰退していった。もともと、 農家の副業として始まったリンネル織は、徐々に発展を遂げ、18世紀から19世紀後半には、主要な経済活動の一つになった。1860年のプロテスタント教会の名簿には35名の、職工が記名されている。19世紀中頃には、共同の旗織り機があり土地のものは誰でもこれを用いて、織物を作ることが許されていた。 毎年春になると都市部の商人が町に来て、織物を買い占め、小売商に卸していた。工業化により、大規模な卸業者が衰退した後は、職工自らが訪問販売に行商して歩くこともあった。その後工業化が進み、安価な綿が輸入されるようになると、この町の手工業によるリンネル織は、重要さを喪失していった。 20世紀初めには9人の、そして1909年にはわずかに2人の職工が残るだけとなった。教会の記録によれば、18世紀中頃から19世紀初めにかけては、アンドレアス・ボルフ、1748年から1802年、とヨハン・アダム・ブッチュ・バッヒャー、1761年から1832年の2人が家具職人として録されているのみである。 家具職人のマイスターとしては、ヨハン・ゲオルク・ボルフ、1788年生まれと、アンドレアス・シェーン、1782年から1861年が、最も古い記録である。1870年代になると二人の家具職人、ゲオルク・アダム・カイザーとヨハネス・ライマンが、変歴修行の成果をこの町に持ち帰った。カイザーは、 ノイガッセ69番の父の工房でその能力を発揮した。ライマンはオーバーガッセ156番に自分の工房を開いた。19世紀末には徐々に家具職人が増え、この町は家具の町として周辺地域に知られるようになった。1925年、エッシェルブロンには1135人の家具職人、54件の家具工房があった。当時は、 周辺地域からの注文に基づく特注品製造であったが、世紀の変わり目頃に、まずは洋服ダンスから寄生品のシリーズが始まった。1920年代には特に寝室家具シリーズに力が注がれた。1980年代のガイス社では1日、約20室分の寝室用家具が生産されていた。その号数は減ったものの、現在でもこの町にはいくつかの家具製造業者、 家具工房、家具専門店がある。旧学校は家具博物館として使われている。家具販売のアメンド、ガイス、ストライブ、家具製造のルディガー・ボーゲルがエッシェルブロンのよく知られた企業である。1954年からはピアノ製造業者のベヒシュタインの工場が稼働している。1954年に古い習俗の保存と観光の振興のための ハイマート、ウンとバーキスベリンが発足した。この組織の活動内容は、特に、町の景観の美化、郷土文書館の設置、観光の振興、地方特有の建築物の保護や、町のサークル活動のコーディネートなどである。さらには、冬送りの祝日のパレード、聖マルティンの日の教会祭やファンファーレの更新の、オーガナイズ担当している。エッシルブロンでは、1902年に、 サイクリング協会が結成されたが、増加してきたオートバイのための組織は存在していない。1970年代の初めからエッシェルブロンでは、モータースポーツへの席が高まってきている。1976年に PS ランチャーが発足して、ツイーゲルヒュッテンバルトでの精霊降臨祭を開催している。エッシェルブロンでの音楽活動には、合唱クラブ、音楽クラブ、 プロテスタントのトロンボーンアンサンブル、プロテスタント及びカトリックの教会合唱団がある。合唱クラブライラは、1888年に男性合唱団として結成された。1983年からは、ウェールズの男性合唱団ホギア・アールディ・ード・アイロンと団員交換を行っている。伝統的なエッシェルブロン音楽クラブは、 1960年に多くの住民が参加した映画制作の企画を開始した。プロテスタントのトロンボーンアンサンブルは、水車小屋所有者のカールツィーゲルが1899年5月に組織し、1933年までは、教会行事で演奏を行っていた。楽器は、ヒトラー・ユーゲントに挑発される前に、音楽家に売却され、 1939年6月28日に、このアンサンブルは正式に解散した。戦後、1947年9月19日に再結成された。1988年現在、このサークルには26人の吹奏楽院が所属している。1946年12月1日に、プロテスタント教会合唱団が発足する以前から、すでに休養遅延で、 町の合唱団が何十年も活動していた。プロテスタント教会の合唱団に次いで、1960年には23人の団員からなるカトリック教会合唱団も組織された。1989年、町の1200年祭に、マーリーゼ・エヒナーイコール・クリングマンの指導家で、アマチュア演劇グループセレマルズ・ティーター・リットが、方言による演劇作品、 リンネルりの町から家具作りの町へを演した。この他の作品も地域の歴史に取材したものである。エッシェルブロンのスポーツクラブには、体操クラブ、FC エッシェルブロン、テニスクラブ、空手クラブ、卓球クラブ、射撃クラブ、スポーツフィッシングクラブがある。毎年3月の第3週末に、いわゆる家具市が開催される。スポーツ文化ホールでは、 地元家具製造者の作品が展示される。工房、家具工場、家具店も、この週末には公開され、訪れた人に工芸技術を披露している。夏休み期間中には、子供の自由研究プログラムの一環として様々な催しやワークショップが開催される。エッシェルブロンの協会同会記載は、毎年9月に開催される。 この教会祭のパレードは1956年からハイマート、ウント・バーキス・ベリンによって行われている。また、村の青少年会や有志による出展が出る。この他には意図し、冬送りの祝日のパレードや、スポーツフィッシングクラブ主催によるシュロスコでのフィッシャーフェスト、釣り祭りが開催されている。 マルクト広場に面した保護文化財のプロテスタント教会は1813年にバインブレンナー様式で建設された。1万ターラーに上った建設費の支払いについて、住民と領主であるフェン人間家の間で法廷闘争が行われた。1921年に作られた3つの金のうち2つが第二次世界大戦の際に挑発され、砲弾や榴弾に使われた。 1949年9月15日に新しい金が取り付けられ、10月30日に性別された。1949年に最初の改修が行われ、1958年には電動式の金突起が設けられた。さらに1973年から1975年には暖房装置が装備され、天然石の床板、ベンチ、祭壇、洗い台板、 講団が設けられた。内装は、ハイデルベルクの建築家、ハンス・フィッシャーイコール・バルニコルによるもので、水色とオード色に塗られている。1976年2月10日に、シュタインメイヤー製の19レジスターの新しいオルガンが、1894年製の古いオルガンと交換された。この他に改修では、教会塔の屋根が交換され、難問へのスロープが設けられた。 文化局は窓枠についても、バインブレンナー様式特有のくすんだミネラルカラーに塗るよう要請している。こうした修復の総額は22万ドイツマルクに及ぶ。マルクと広場に面した町役場は、1838年に町長ペーター・グラープのもとで6058帝国ターラーの予算をかけて建設された。 建物は21世紀の初めに改修がなされ、ファサードの塗装と階段の建設が行われた。2002年に町役場前にマロニエの木が植えられた。マルクト広場からの入り口に階段が設けられるまでは、入り口の前に陰陽の泉があった。2004年にマルクト広場に六角形の泉が作られた。この泉は砂岩でできており、四つの都市口を持つ。 中央の柱にはカンナが刻まれている。旧校舎は1911年に建設され、1989年まで学校として使われていた建物である。1965年に本教育課程が旧家具製造専門学校に移転した後は基礎課程の授業だけが行われていた。1994年の水害後の一時期には幼稚園として使われたこともあった。 現在はエッシェルブロン家具博物館となっている。オーバーシュトラーセ12番地の木組建築は1630年30年戦争の時代に建てられたエッシェルブロンに現存する最も古い家屋である。この建物はエッシェルブロンのリンネ料理職人の典型的な家であり、1階には3台の木が置かれている。町にはこの他にも多くの木組建築が残されている。 旧牧師館も見応えのある建築物の一つである。この建物は1783年にフェニンゲン家の出資で建設され、そのため入り口の上にその紋章が掲げられている。建物は1972年に売却された。新しい牧師館は内田主ンシュタイナー通りにある。シュロスハレ建設に先立ち、1971年から1975年に行われた。 バーデンイコール、ビュルテンベルク州文化庁による発掘調査は、当時のバーデンイコール、ビュルテンベルク州で最大規模の発掘調査であった。この調査で様々な時代の遺物が出土し、この城の800年間の変化が解明されてきた。いわゆるシュロス、上官は、水木の後にカール・フィリップ・フォン・フェンリン園が建設したもので、その跡地は、現在もシュロスプラッツ。 城市広場と呼ばれている。その名に反して、現在では、飾り気のない食堂があるのみである。その領域は15モルゲン以上で、二棟の館、大きな名や、豚舎、ワイン貯蔵庫や池があった。これに加えて、上館の敷地には、約150モルゲンの農場、28モルゲンの放牧地、2モルゲンの葡萄畑、3モルゲンの庭園、 42モルゲンの森林が含まれた。この上官は何世紀もの間フェン人間家の所有であり、村の領主館であった。フェン人間家がアイヒタースハイム、ゲンアンゲルバフ・ハタールの城に住むようになった後は、何代にもわたって、シュトライプ家に対応されていた。スポーツ文化ホール建造のため、町はこの土地を買収し、1960年代の終わりには、 大掛かりな修復が必要な状態になっていた建物を撤去し、1974年にスポーツ文化、ホール、シュロスハレを建設した。シューマンの水車、あるいは単に古い水車とも言うは、エプフェンバッハ川に残る3つの水車のうち最も大きくて古いものである。エプフェンバッハ川がシュバルツバッハ川に注ぐ河口に近い、エッシェルブロン、メッケソハイム、 エプフェンバッハの三サジに面して何世紀もの間立っている。これは共同工作地の水車であった。ジルスベルク管区の水車台帳によれば、もともとは16世紀に土着貴族で大官のヨハンフリードリヒヘルンツエルツと村長のハンスプライカーによ建設された。この水車小屋は、まず有名な粉引きのミヘルシッツのものとなった。その遺産目録によれば、1711年に、 ハンスゲオルク・シューマンが新しい所有者となった。18世紀に所有権はペン人間家に移されたが、その運営は相続、霊園として何世代もの間シューマン家に任されていた。この相続、霊園としての使用権は1852年8月に廃止された。第二次世界大戦中、この水車小屋は国防軍の粉引きに利用された。 1956年、または1957年に粉引きはその業務を停止し、水車小屋は町が73,500ドイツマルクで購入した。1886年にマルクと広場に戦争記念版が設置された。これは1870年から71年のフランスとの戦いに勝利したのを記念したものである。これは後にバーンホーフ通り。 駅前通りの消防署に取り付けられ、さらに現在では、ライヒエンハレ近くの墓地に、第一次大戦、第二次大戦の戦没者記念版と共に、設置されている。第一次大戦の戦没兵記念版はさらに、プロテスタント教会にも取り付けられている。墓地には、中国での活動で知られる、宣教師、ゲオルクツイニルの記念版が、彼とその妻、 ヨハンナの墓の上に取り付けられている。ツイゲルは1907年にバーゼル福音ハーセン教会の総長となり、ハイデルベルク大学進学部の名誉博士号を授かった人物である。記念版は1997年にビルフリート・ボルフによって設置された。ベッドベグの傍らにアルトリンでローボ大樹と呼ばれる木がある。この木はおそらく1850年以前に植えられた。 ものである。その横には近隣の集落への距離を記した利点表が建てられており、ここが1862年まで重要な交差点であったことを示している。ここからは橋の橋の民話の題材になったシュバルツバッハ川の橋もほど近い。エッシェルブロン周辺には他の集落との境界を示す標石が多く建てられている。 特に1750年から1834年にかけては、教会の標石が多く建てられたが、1851年に、バーデンが新たに測量を行い、これらは用をなさなくなった。標石に刻まれた CP と MC は、プファルツ剪定工領とメッケスハイマーチェントを示している。この他に、帝国防止とメッケスハイマーチェントの菱し形、背面には、 変人間家の紋章が刻まれている。エッシェルブロンは、修道549号線沿いに位置し、アウトバーン A6 号線のラウエンベルクインターチェンジと、ジンスハイムインターチェンジの間の区間が近くを、走っている。1862年からは、シュバルツバッハタール鉄道、メッケスハイム・アグラスターハウゼンが開通している。この鉄道は、 シュタインスフルトエッピンゲン区間と共に2009年までに電化され、ラインネッカーエスバーン網に接続する予定である。これにより、ハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしでアクセスできるようになる。ボームハイマーとウントバーキスベリンが観光している年代記いずれも一般書店では入手不可。町役場に申し込む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。